さん、こんにちは。天皇陛下の大叔母にあたる三笠宮妃百合子様が11月15日午前6時32分に入院先の東京中央区の聖路加国際病院で亡くなられたことが宮内庁に発表されました。皇室最高齢の101歳でした。百合子様は今年3月3日に脳梗塞と誤嚥性肺炎で集中治療室に入院し、一般病室に移った後も心不全と診断され療養を続けられていましたが、今月7日の検査では心臓や腎臓など全身の機能が低下していることが分かり、宮内庁は翌日の8日に百合子様の容体の悪化を発表していました。その後容体に大きな変化はなく、一般病室で静かに休まれており、声かけに対してうなずいたり目を開いたりと意識はあるとしてましたが、11日には機能低下は進みつつあり、意識が低下した状態にあると明らかにしていました。また容体の悪化を受けて9日朝、尊の三笠宮家の明子様が訪問先のイギリスから急遽帰国し、病院を見舞われたりするなど家族や親族の見舞いが続いている状況でしたが、皇室最高齢の101歳だったということもあり、百合子様のご逝去の報道は現在多くの注目を集めているようです。今回は三笠宮妃百合子様について振り返りながら、家系などについてもご紹介していきます。1923年大正12年6月4日生まれの百合子様は今年6月のお誕生日で101歳を迎えておられました。ちなみに日本での2023年9月の100歳以上の人口は9万5119人で、そのうち女性が 88% を占めており、百合子様もその一人です。そのように1世紀を超えて大正、昭和、平成、令和という激動の時代を生きてこられた百合子様はまさにすごいの一言ですね。長寿といった意味でも日本の皇族の中で注目されていました。百合子様は東京府東京市赤坂区赤坂青山高木町の高木子爵邸に家族令嬢として誕生しました。高木正成さんと高木邦子さんの次女としてお生まれになっており、姉に絹子さん、妹に桃子さん、さよ子さんがいて4姉妹でした。高木家は織田信長、豊臣秀吉、徳川家康に仕えた武家で、父の高木正成さんは昆虫学者でした。母邦子さんは入江為盛子爵の娘で、弟百合子様の叔父がエッセイストとして有名な入江祐政さんです。百合子様は皇族としての義務を果たしつつ学問にも専念してきました。女子学習院本科を卒業されると、さまざまな社会問題に対する理解を培われています。百合子様は日本の伝統や文化を受け継ぎながら現代社会においても重要な役割を果たしておられたようです。太平洋戦争開戦前夜の昭和41年10月22日、18歳で昭和天皇の末帝三笠宮様と結婚、学習院高等科を卒業したばかりでご結婚をされた百合子様、現在から考えるととてもご結婚が早いと感じますね。また当時の三笠宮様は24歳です。百合子様の6歳年上となり、陸軍大学校の学生でした。第二次世界大戦が始まった頃ということもあり、とても厳しい生活の最中であり、皇族とはいえ一般市民と同じく壮絶な生活を強いられていました。そんな中で百合子様には2人の男子、3人の女子、合計5人の子供が生まれており、それぞれの子供たちはさまざまな分野で活躍しています。ですが残念なことに、すでに男子2人はすでに他界されています。ここからは具体的に見ていきましょう。第一皇男子の寛仁親王殿下は1946年1月5日に生まれ、英国オックスフォード大学に留学後、皇族としての公務を担っており、社会福祉活動に熱心に取り組んで特に障害者支援に尽力されていました。ご自身の体験をもとにアルコール依存症克服に関する発言や活動を展開し、啓発活動にも貢献されました。1980年11月7日には信子様とご結婚されていましたが、がん、
多発性骨髄腫との長い闘病の末、2012年6月6日に66歳で逝去されています。第二講談師の京急四人親王殿下は1948年11月11日生まれで、皇族として国内外での公務に従事し、障害者支援や国際親善活動に取り組み、病気と戦いながらも様々な公務に尽力されました。若い頃から健康状態があまり優れず、長期間の療養生活を送ることが多かったようです。公務では文化振興や国際交流活動に関心を寄せ、多岐にわたる支援活動に尽力。ご結婚はされておらず、生涯独身を貫きました。急性心不全により2014年6月8日に65歳で逝去されています。晩年も体調を崩されていた中でのご逝去でした。第一皇女子の安子安子内親王殿下は1944年4月26日に生まれです。1966年12月18日に近衛忠輝さんとご結婚され、皇籍を離脱されており、結婚後は民間人としての立場で活動していたことで公務には従事していません。公的な活動内容は非公開の部分が多いですが、皇室行事や関連行事への出席を通じて皇室とのつながりを保ちつつ、民間の立場での活動に従事されています。第二皇女子の広子内親王殿下、1947年1月8日に生まれた広子さんは1983年10月14日に浅草室さんとの結婚後、裏千家の一員として活動し、皇室行事や伝統文化の振興、社会奉仕活動に関わっているといいます。しかしこちらも結婚後に皇室を離れているため、詳細は分かっていません。第三講談師の高円宮典仁親王殿下は1954年12月29日に生まれ、英国オックスフォード大学に留学後は日本財団で職員として勤務し、社会活動や国際交流分野の経験を積みました。多岐にわたるスポーツ活動と関わり、スポーツと文化交流を通じた国際親善活動を推進して、特に日本サッカー協会の発展に貢献しています。また国内外の文化行事やユネスコ活動を通じて国際協力や文化交流の促進に取り組んでいました。1984年6月17日に鳥取県出身の久子さまとご結婚されていますが、2002年11月21日東京都内でのフランス大使館の行事に出席中に心室細動を発症し、急性、医師の説明によると死因は急性心不全とされているようです。このように百合子様の子供たちはそれぞれ異なる分野で活躍し、社会に貢献しています。また百合子様の子供たちから生まれた孫たちはさらに11人おり、皇族の血を受け継いでいます。次は孫たちについてご紹介していきましょう。友仁親王殿下と信子様には2人のご息女がいらっしゃり、1981年12月20日に生まれた長女彬子女王殿下はオックスフォード大学大学院で日本美術史を専攻し、博士号を取得すると皇族として国内外の公務に従事し、特に文化学術分野での活動に力を入れているようです。日本美術や文化財保護に深い関心を持ち、日本の伝統文化を紹介保護する活動に積極的に参加。2011年に公益財団法人三笠宮彬子女王殿下奨学財団を設立し、学術研究支援や国際文化交流活動を行っています。次女の陽子女王殿下は1983年10月25日に生まれ、学習院大学文学部哲学科卒業後は皇族として公務に従事して文化福祉分野で活動を行っています。近衛忠輝さんとご結婚された安子安子さん、近衛忠輝氏は名門近衛家の第32代当主であり、安子様と忠輝氏の間には3人のお子様がいらっしゃいますが、詳しいことは公表されていません。長男近衛忠弘さんは1965年に生まれ、映画監督脚本家として活動、アメリカや日本での映画制作に携わり、多くの国際的な映画祭に出品しています。次男の近衛忠元さんは1966年に生まれ、
文化伝統継承に関わる活動に従事、近衛家の一員としての役割を担っています。そして長女の近衛貞子さんは1970年に生まれており、公的な活動の詳細は少ないものの、近衛家の伝統行事や関連する文化活動に参加。安子様と近衛忠輝氏のご家庭は皇室とともに日本の文化や伝統を大切に守って次世代へと継承する役割を果たされています。次に千宗室さんとご結婚された千尋子さん、浦千家の一員として活動されています。千宗室氏との間には3人のお子様がいらっしゃいますが、こちらも詳細は明かされていないようです。長男千宗氏さん、長女千京子さん、次女千千佳子さんもともに浦千家の家族として活動され、家元の一員として文化交流にも携わっているようです。高円宮徳仁親王殿下と高円宮妃久子様には3人のご息女がいらっしゃいます。長女継子女王は1986年3月8日生まれ、エジンバラ大学に留学、後に早稲田大学社会科学部へ編入し卒業すると、皇族として国内外での公務に従事、国際親善や文化交流活動にも関心を持ち、社会福祉関連の行事や文化イベントに積極的に参加しています。次女の典子さんは1988年7月22日生まれ、学習院女子大学日本文化学科を卒業すると、2014年10月5日出雲大社兼宮司の千家国麻呂さんとご結婚され、皇籍を離脱されています。現在は出雲大社にて神職の妻として活動しており、文化交流や神社行事に関わっています。三女の綾子さんは1990年9月15日生まれ、城西国際大学福祉総合学部卒業し、2018年10月29日には日本郵船勤務の守屋聡さんとご結婚され、皇籍を離脱しています。結婚後は一般家庭での生活を送られており、文化交流や福祉活動に関わることもあるそうです。百合子様のひ孫たちの紹介、さらに百合子様の子供たち孫たちに続いて、ひ孫たちもまた皇族の歴史を紡いでいます。百合子様には6人のひ孫がおり、ご結婚されていないお孫さんも多いですが、ひ孫は2家族から誕生しています。千陽子さんの長男である千宗氏さんには2人の男の子と1人の女の子がいらっしゃいます。ただし個人情報や詳細については一般には公開されていないため、具体的なお名前や生年月日は明らかにされていません。次に高円宮妃久子様の三女である守屋綾子さんは3人の男の子を設けています。2019年に出産した第一子の男の子、2022年に出産した第二子の男の子、2024年5月10日に出産した第三子の男の子がいます。百合子様は長寿と豊かなご家系を誇っており、5人のお子様とそのご家族を通じて皇族の歴史と影響を次世代へと受け継いだことが分かりますね。亡くなられたのは悲しいことですが、これからもその思いは継がれていくのでしょう。長寿を全うされた百合子様ですが、これまでに大病を患ったことはないのかについて気になる人も多いようですので、こちらについてもご紹介します。百合子様は2007年7月に大腸がんが見つかったことで摘出手術を受けており、2020年9月には肺炎と心不全で入院し、同年10月8日に退院しているようです。また2022年には新型コロナウイルスに感染しましたが、翌年2023年には3年ぶりに行われた新年一般参賀に姿を見せて手を振られていた姿は印象的でした。こうして見てみるとかなり大きな病気を患っていたことがわかります。それでもこのように長寿を全うされたのは本当にすごいの一言ですね。この三笠宮妃百合子様の死去に対して海外の方々も声を上げており、ヘンリー王子は公園で一緒に食べたお弁当とか卵とかすごく美味しかったです、安らかにお眠りください。他にも朝鮮民主主義人民共和国最高指導者のキム・ジョンウン氏は、日本はこの方のおかげですごく成長したし、パパも褒めていました、安らかに。最後にドナルド・トランプ氏は、
日本の偉大な方の一人だと思います。大役ご苦労様でした、安らかに、とコメントしていました。また訃報が報じられた百合子様ですが、葬儀費用の総額が約3億2500万円になるとして現在注目を浴びています。宮内庁によりますと、百合子様の葬儀は2016年の三笠宮様の葬儀と同じ規模で実施され、26日に東京文京区の豊島岡墓地で行われる本葬の連葬の儀など一連の儀式があります。こうした葬儀関係費用の総額がおよそ3億2510万円に上り、そのうちおよそ3億1957万円を今年度の一般会計の予備費で賄うことが閣議決定されました。8年前の三笠宮様の葬儀費用は墓の建設費も含めておよそ2億6570万円で、百合子様の葬儀費用はそれよりおよそ5940万円増加しています。百合子様は三笠宮様と同じ墓に入るため新たな墓の造営はありませんが、大幅に費用が増加した理由について宮内庁は資材や人件費の高騰、消費税の引き上げなどが影響していると説明しています。またすでに支出されている今年度分の百合子様の皇族費、いわゆるお手元金と呼ばれる1年分の生活費3050万円については、逝去の翌月の12月以降の4ヶ月分のおよそ1016万円が国庫に返納されることになります。今年3月から逝去までの百合子様の聖路加国際病院の入院費については公費である宮廷費から支出されるということです。いかがでしたか。今回は三笠宮妃百合子様についてご紹介してきました。百合子様のご冥福を心よりお祈りいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。